昔そう、タバコやめて1はい回、でその後に、家でタバコ吸うのはやっぱ子供たちもいるんで、よくないなと思ったんで、現場で人にタバコをもらうっていうキャンペーンを12年間続けてたんですよ。はい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 。で、基本的には後輩とか同期のやつらぐらいの芸人からもらってたんですけど、とある時に先輩にもらった方がいいんじゃないですかって、アンタッチャブルのザキヤマに言われて、で、その時の番組が島田紳助さんだったんですけど、ほいほい。